曲目からリボルバー、釘付けウィンク、ユースコール、フェスカル、キラスキ、キラスキ、キラスキ、星の雫、そして私たちが今やらせていただいたユニット、ねえ横浜のあの子を好きになっちゃったのの6曲を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいファイトした後は疲れますね。そうですね、結構水分補給してくださいね。そうね、でも今見た方は分かると思いますけど、インパクトすごかったでしょう、はい、ねー、初めてさ鏡見てさ人殴る練習のフォーメーションしたあとあのセリフ ね、横浜の、ね、あとねえね、うん、みんないろんな違うねえをやらせてもらって、あのねヒャダインさんが書いてくださって作品になってますけど、ありがとうございます。めちゃめちゃいい曲、ね、嬉しい、ね、私さどんちゃんとか谷さんはさ、はい、ヒャダインさんもともとファンで大好きです。そうだよ、本当に私はヒャダインさんももクロさんの歌を、ね、とかをね書かれてるんですけど、私ももクロに入りたかったので、あ好き、なんでなんか、うん、じゃあもうあのももクロ違います、 SK にも入りたかった、はい、だけどももクロに入りたかったけど、ももクロってそういうなんか48みたいな、確かに増える系じゃないんだ、柔軟していかないから、じゃあ SK 行こうって、おー SK に来てまさかヒャダインさんのね曲を歌えるなんて、ね、基本今までね48って秋元康先生の曲でやらせてもらってたので、はい、ちょっと一個夢叶えましたね、谷さんも、叶えましたよ、だって前山田さんって聞いた瞬間湧いたからね、うわー、うわー、谷さんの敏感、ね、そうヒャダインさんっていう文字に敏感、そうそうそう、うん、日常とかバリバリ聞いてたから、うわー、そうだったもんって、嬉しい、嬉しいです ね、衣装もね、私たち横浜のをイメージしてるのでね、ちょっと中華っぽい雰囲気になってますけど、振り付けもね、クリエイトボーイさんが振り付けしてくださって、クリエイトボーイさんって感じの振りだよね、ね、確かにね、メンバーの子ならね、分かると思う、うん、結構クリエイトさんっぽい、うんうんってあやめろが、ね、ありがとう、隠れないね、そう、でもやっぱ初めて見た方とかさ、身内の方だとさ、え、次はうちの子出てくるかしらとか思って見てる方も多いだろうし、あとメンバーとかだと、あと誰と誰が出てないからどんなユニット、うん、確かに、ということでチームに声出していこうぜ、声まだまだ続きます。続いてはこちらの楽曲です、どうぞ。いやちょっといいところで終わりましたけど、うん、ね、本当にいい曲だね、めっちゃいい曲、私も大好きです、お気に入りの一 曲名がねえ横浜のあの子を好きになっちゃったのっていうヒャダインさんがね書いてくださったんですけど、はい、本当歌詞もね、うん、内容もすごいですし、内容すごいよ、ちょっと歌詞表みたいな改めてさみんな見てもらいたいんですけど、アルバムとかね、うん、発売されるから、はい、ぜひゲットしてほしいですよね、聞いてほしい、私衣装も、うん、ほんと先ほども言ったけど中華っぽく、うんうん、ほんとカラフルな衣装で、うん、すごいステージ上で映えるね、し髪飾りも可愛いし、うん、そうね、メンバー人気も高い、え、ナンバーワンで、ナンバーワンですね、うん、てぐらいめちゃくちゃ私たちも大好きな横浜です、この後私たちあの超早着替えしてるもんねそうなのよ、次の曲がねダンス曲になる、ね、中盤になるんですけど、サンズコントロールっていう曲に出るために激早着替えしてるんだよね裏でね、うん、みんなが頑張ってる間もう急いで脱いで急いでステージまた出てますから、間に合ってよかったね、本番、いや本当よかったよ、どうしよう、ちょっと頑張ろうね次も、ね、多分映像を見てる方だと、うん、早っみたいになると思うから、もう出てきたステージ、そう、ぜひ DMM で見てほしいね、にも遊びに来てください、ね、横浜のあの子好きになっちゃったのもそうですけど、うん、全曲、うん、いいからね、いい曲です、はい、まあね、この、 あのゲネが終わった後もね、みんなでワイワイねお話ししたんですよね、うん、はい、ということで、うん、その時の様子も聞いてもらいましょう、どうぞ、はいお疲れ様でした、ありがとうございます、いやすごかったですね、本当にありがとうございます、アイドルやったんやな、やっぱり、今アイドルですよ、アイドルですよ、ね、本当にすごかったわ、本当にすごかったですか、あれ全部覚えるんですね、はい、覚えましたね、16曲かな、思いました、ぐらいね、うん、やっぱ疲れてません、いやさすがに、いや、まあまあね、まあ疲れてるとは、とは言いませんけど、疲れてないよな、まだね、でも汗の量すごかったでしょ、いや、すごかった、見えよった、見えましたで、ガモンさん見えましたもん、ステージから私たちも、うん、結構笑顔振りまいたんですけど、え、笑ってた、最後の曲とか笑ってめっちゃ笑ってます、笑ってましたよね、おめでとうみたいな
パパみたいな顔してる。いやでも味わっていただいてよかったよ。本当ですよ。いやよかった、素晴らしいですね、うんうん、はい、でも SK 劇場にいるからさ、うん、やっぱり私たちだけじゃちょっと、はい、そうだよね、せっかくここにいるからさ、うん、ねえガマオさん、そうですね、はい、ぜひちょっと、うん、会いたいですか、はい、会いたい、おーチームイゴ皆さん、みんなーイエーイ、そうですね、はい、一旦ね、じゃあ、あみちゃんから、はい、SK48 チーム E の倉島亜美と、チーム E の相川ほのかと、斉藤真希子と、熊崎遥と、菅原真也と、リーダーの佐藤佳穂と、福士直です、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、ちょっとね、みんなが来てからガモンさんがめっちゃ緊張してんの、あ、もう緊張ですよ、社長、アイドルでしょ、はい、はい、でしょ、緊張ですよ、それは、よ、社長、よ、社長、ちょっと質問いいですか、はい、いいよ、ちょっとね、ここで、はい、僕素人なんで、ちょっと本当に、そう、単純に質問がしたくて、本当に素人、本当に素人、まずそのゲネプロって今日ゲネプロやったじゃないですか、はい、そもそもゲネプロって、で知らんかって、うん、ゲネプロ終えてどうですか、素人、じゃあ、選んでいきます。あ、おー、目が当たった。じゃあ芸人から。おー、芸人から。認知されてる。なんで認知されてるんですか。ちゃんと知りたい。R1 でね。可愛いから。タイプなんですよ。タイプ。やべえ。推しではないです。引っ張り。アイドルなんで、そういうのダメなんです。ごめんなさい。なんやこいつ。アイドルだし、アイドル、いやでもやっぱ今日はゲネプロ覚えて、いや、やっぱりチーム E って本当にアイドル性があるなって思いました。ありますし、やっぱバラエティにも強いのがチーム E なので、あ、そういうことね、そう、ちょっとチーム E って本当結構なんだろうね、いろんなバリエーション豊かな、個性豊かな、ハタゴン、ハニさんはじめいますんで、これからもあのゲネプロは終わりましたけど、明日は初日からスタートするので、はい、ちょっと初日からまたチーム E の良さを出していきたいなと思います、はい、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあもう一人、あ、もうもう一人、もう一人、まあここはやっぱあのサイレント、覚え方やばいやろ、ごめんなさい、ごめんなさい、私もアイドルなんでごめんなさい、あ、ちょっと年が近いのを狙ってますか、あ、本当ですか、うわ、狙ってる、うわー、はじめ、はじめですか、なんだよ、なんだよ、なんだよ、いやでも本当に熱かったですね、めちゃくちゃ、ゲネプロってあの関係者の方だったり家族だったりメンバーの方が今日集まってくれたんですけど、結構ファンの方の前でやるより緊張しました、なんかどこ見られてるんだろうとか、あの普段一緒に活動してるメンバーだったりお仕事でご一緒する方に見れていただけるっていうのは嬉しい反面もあり、なんか普段こうバラエティとかそういうラジオとかのお仕事で一緒にする方って歌って踊ってる場面ってあんま見られないじゃないですか、なのでステージに立ってるとこを見てもらうのはちょっと気恥ずかしい感じがあったんですけど、あのこことばかりにこう見せつけてやりましたね、いつものいつものより、いつもの見てたの、今日初めてじゃないんだ、ちょっと好きなの、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、振られちゃった、面白い、次の質問いきますね、はい、はい、新公演のね今回の、はい、何でしたっけ、行き出していきましょう、いやいや、行き出していきましょう、声ね、2回目、声出していきましょうの、はい、声出していこうぜ、声出していこうぜ、はい、はい、こちらの見どころは、見どころはいっぱいありますよ、じゃあちょっと誰に行こうかな、誰ですか、あーね、はいはいはい、じゃあリーダーの、お、里かよ、もう一回ですか、リーダーの里香よ、よっ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 よ
ギャギャギャワイっていうアンコール一発目の楽曲がこうやっぱりいろんなメンバー全メンバーがフィーチャーされてるところだったりこうチーム E のこううるささがいい感じに出てる楽曲だなと思うのでこうアンコール一発目にふさわしいなって里佳代は思います。可愛い。本当は里佳代じゃないけどね。ボケにずっと乗ってくれる。さすがですよね。チームらしいですね。リーダーのやっぱ僕は色気がある2人で踊られたじゃないですか。あ、そうだ。入れちゃう。あれはちょっと正直あれですよ。よかったっす。あ、じゃあ押し目ごめんなさい。なるほどね。まあちょっと距離が長いんで短くしていこう。はい。いやでも見どころ、あの行くよのセリフ良かったでしょ。いや行くよ。行くよ。一曲目の。ありがとうございます。え覚えてます？覚えてます。序盤だからね。確かに。一曲目だから。最初。名前悪いな。ぽい感じで。里香からの。ピチコな、ピチコ。ピチコっぽい。見どころ。ピチコ的な見どころはですね、やっぱその4曲目の声出していこうぜっていう曲、表題曲になってるんですけど、今回の公演の。やっぱその曲ってファンの方のコールがあってこそ完成する曲だと思うんですよ。だからこそもう明日が本番ということで、すごく楽しみだなと思うので、ぜひ皆さん見に来て声を出していこうぜ。よろしくお願いします。俺も明日絶対来よう。よし、また聞きちこです。最後に新公演の見どころ、意気込み、意気込みですね。意気込み、やっぱいっちゃいちゃい。わかります？炎の音。あ、いっちゃった。誰？炎の音。誰が炎の音？誰が炎の音？煉獄さん、はいどうぞ。炎の煉獄さん的にはやっぱいろんな面が見れるのね。かっこいい面、かわいい面、面白い面。炎はどんな面？炎はどんな面？ラーメン。炎の面。めちゃめちゃ楽曲だ。もうさ、なんかこうやってなんかそう、なんかこうやって全然知られてない。面白いですよ。なんかでもあのうどんめっちゃ好きなんですよ。そうなんです。大好きなんですよ。昨日のお昼ご飯もうどん食べた。売ってたね。香川来たらとんでもないことになりますよ。香川の香川中のうどんを食べ尽くす。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、欲しい、この音が欲しいな。じゃあ最後アミちゃんに公演の見どころ。いやー、そうですね、チーム E 初の SKE 史上チーム E では初の新公演ということで、 SKE に本当に歴史に刻む素晴らしい公演だと思うので、もうね、たくさんこの公演やりたいので、もう一人一人たくさんたくさんいっぱいですね。かわいい、かわいい、たくさんの方に見に来てほしい素晴らしい公演となってます。ぜひ見に来てください。はい、素晴らしい。ありがとうございます。でもやっぱ最後やから、やっぱ2人の言葉聞きたいですね。ジョン・ラジアから。いやもう本当すべての言葉を高畑さんが言ってくれるんですよ。おっと、やり投げやり投げ。いやそうですね、本当にこれを聞いてくださってリスナーの皆さん、声出していこうぜ公演ね、すごい気になってくださってる方もいるんじゃないかなと思うので、ぜひ私たちの可愛くてキュートでセクシーな姿を見に来てほしいなと思います。本当ジョンラジにね、こんなにメンバー出てくれることってなかなかない。なかなかね、嬉しい、みんな大好き。まだね、みんな大好き、まだね、メンバーもね、たくさんいるんですけど、今度はね、みんなでまた出れるよね。いつか全員で関わりに来てください。実費でもいいよ。実費でもいい、実費でもいい、実費でもいい。じゃあ実費な。みんな本当にありがとう。ありがとう。見に来てね。声出して。行こうぜ。
なねメンバー出演してくれた ねいや結構さ、うん、ガモさんがさ緊張してるかなと思ったらぐいぐい喋ってたから、ね、マキコさんとの相性抜群でしたね。抜群だったわ。てかみんなとの相性良すぎ、ね、めっちゃ面白かった、ね、チームイあんなにね参加してくれて初めてじゃない、あんなにいっぱい参加してくれたのは名古屋大感謝祭以来だよね。いや嬉しいな、面白かった。本当なんか見てくださったのも嬉しかったね。うん、ちょっとこれはもうジョナジェスタッフさんチーム E 推しなんじゃない？じゃない？いやもうチーム E 推しでしょ。ね、ね、そうだよね。ね、うんうんと、うんうん、スマイル。ありがとうございます。ありがとうございました。またね、ね、うん、こういう機会があったらいいね。確かに。チーム E みんな連れて香川来ちゃう？高畑さんのおごりで。17人分。17人分。ちょっと厳しいので考えさせてください。あ。またいつかね、またいつかね来れるように。いやでもちょっとさ、うん、先ほどユニット曲聞いたじゃん、うん、はい、みんなと喋る前に、うん、聞きたいな、全部聞きたいと思ったでしょ、うん、みんな聞きたいな。じゃあもう特別ですよ、もう最後にもう一曲この曲をお届けしましょう。聞きちゃうの、私たちが出演しているこの曲です。それでは聞いてください。 SK48 チーム E でねえ横浜のあの子を好きになっちゃったの。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございます。